日山市康氏文法元年10月24日は、元の都来像。属性は古。大衆林会見の出身。姉逸山とも言う。幼くして出家し、立衆、天台宗を学んだ後、臨在宗に転じ天道山や神図寺などで修行を積み、愛く王子の元曲業、渡るの法を継いだ。その後、玉木敬一らに参前を続け、諸書を言う方した。 二度の日本遠征に失敗した元の生息未来は再遠征の機会を伺うとともに交渉によって平和裏に日本を従属国とするべく死者を派遣した。当時の日本は臨在前の交流期にあり前奏尊ぶ気風があったため、札楽山観音寺の住職であった愚慶が死者に選ばれた。公安五年の最初の渡航は悪天候によって阻まれ、 公安7年には津島までたどり着くが、日本行きを拒む、船員等の騒乱によって、聖書を関沖名が殺害され中止された。節屋作、昭和4年兼任地蔵、永忍2年、聖書の後を継いだ、聖書は再び日本の属国家を図り具形に3度目の死者を命ずるが、老弱のため果たせず、代わりに観音寺の住職を継いでいた一山一康氏を推薦した。 聖州は一年に苗字、交際大使の大志号を送り、日本への朝工特則の国志を命じた。昭安元年秋、一年は、門人一同の他に西郷曇りを伴って、日本に渡った。西郷曇りは、文英八年から八年間の対日経験があり、鎌倉の全門日記が多かった。大宰府に入った一年は、元の聖州の国書を、執権。 北条貞時に法廷するが、元軍再来を警戒した鎌倉幕府は一年以来の、真意を、疑い伊豆修繕寺に遊兵した。一度目の日本遠征後、鎌倉幕府は来日した元遣いを二度切っているが、一年が大志望を持つ構想であったこと、対日経験を持つ小曇りを伴っていたことなどから、死を免ぜられたと思われる。修繕寺での一年は、禅の収容に日々を送り、 また一年の社名をお願い出る者がいたことから、佐田時はほどなくして、幽閉を解き、鎌倉近くの草案に身柄を移した。幽閉を解かれた後、一年の名簿は高まり多くの相続が、連日のように彼の草案を訪れた。これを見て、佐田時も、ようやく二年を解き、永仁元年の地震による、東海炎上によって衰退していた、県庁寺を再建して住職に迎え、 自ら帰した。遠学時、上知事の住職を経て、昭和2年には、五田上皇の婚生に応じ、上落して、南禅寺三世となった。この他に、紀一寺時、自運寺新州中野の大政寺などの解散となり、政党の臨在前の交流に尽力した。学識人物に結出し、身分を問わず広い層に尊崇され、文下からは、 雪村智梅ら御三文学を代表する文人墨客を輩出した。自身も濃筆家として知られ墨跡の多くが重要文化財指定を受けている。趣子の心中を伝え日本朱子学の祖ともされる。文法元年10月、南禅寺で病没。花園天皇より人山国師と死亡された。五六として人山国師五六がある。原始巻二十。 青州本義大徳3年3月起史上、命名字、広市五木大師、公設釈教総統、普段ねえ逸山清少市日本、鎌倉年代記昭和元年10月8日、上、総長総上国森一年三着鎌倉、市安氏持大本国書。ありがとうございます。